前回までのあらすじ。桜前線を追いかけ、おなじみサンフラワーに乗って大阪から鹿児島へやってきた三橋。しかし鹿児島は暖かすぎて、まさかの桜が咲くのが遅いのであった。熊本、福岡と満開になっていく中、鹿児島の桜は咲いてくれない。もうどうすればいいか分からなくなった三星は、大量の芋焼酎の飲み比べをし、無事死亡。酔っ払って20万円相当の機材一式を紛失するトラブルがあり、もう酒はやめたと決めたものの、芋焼酎の酒造見学ではしっかりと試飲をする三星であった。熊本に移動しまーす。もうかれこれ鹿児島に来てですね、1週間が経ちました。なんやかんやで鹿児島の桜全然咲かん。本当だったらね、鹿児島で満開の桜を見たいなと思っていたんですが、ちょ、今回は諦めます。いざ熊本。いやー、熊本は桜咲いてるでしょうね。もう動画のコメントとかでさ、三星いつまで鹿児島にいるんですかとめちゃめちゃ言われるわけですよ。早く熊本とか福岡とか上がっていかないと散っちゃいますよと。まあ尻を叩かれてですね、熊本へと上がっていくところでございます。道路を電車が走ってるよ。すごい。いいのこれ。どうやって運転するのこれ。大丈夫これは横行って怖っ。大丈夫。すごい、電車と近い。およそ400メートル先、左方向です。人が。怖い怖い怖い。マジで運転の仕方がわからん。熊本市内の交通網にビビり散らかした三星だが、無事に熊本城へとたどり着いた。熊本城の周辺はちょうど見ごろを迎えており、とても綺麗な桜が見られました。桜前線を追いかけると言って出発し、早20日が経とうとしている。ようやく視聴者の皆様にもこういった桜の映像を届けることができて、正直ほっとしている。鹿児島ではどうなることかとヒヤヒヤしていたから。ありがとう熊本、ありがとう熊本城。ちなみに熊本城の売店で売られているたこ焼きは3時頃になると値下げされるのでおすすめです。いや、何の情報。いや、ここめっちゃ良くない？ここめっちゃいいでしょ。桜の木の下に車止めてさ、こんなところで酒が飲めたら最高ですよね。熊本乾杯。いやー、桜咲いてましたね。鹿児島に1週間いてほぼ見れなかった桜、熊本に来たら超満開でした。ってなわけで、本日は熊本のおつまみをご用意いたしております。まず一品目はこちら、からしれんこん。からしれんこんって知ってる？私は知らない。どんなものなのか全然見当がつかないんですけど、からしれんこんって。とりあえず食べてみようか。いただきまーす。なるほどなるほど、はいはいはい、わかりました。これはね、めっちゃうまいです。ビールにめちゃう。こんな感じで真ん中にレンコンがあって、で多分レンコンの穴にからしが詰まってるんですね。でそのレンコンとからしの周りを多分こう生地で包んであるんですよね。この側のしっとり感とレンコンのザクザク感、そしてからしのピリッとした風味、これは紛れもなくうまい。そして2品目、馬肉のユッケです。美味しそうだね。いただきます。なあ、おいしい。なんか贅沢な感じがする。いいな、馬肉うまいな。それだけでもなんか熊本住みたいもんね。さあ、これから向かうのはですね、長崎。レッツゴー。
さあ現在熊本県にいるんですが、熊本県からどうやって長崎に行く、それは船でーす。イエーイ、船、レッツゴー。やべー、テンション上がる。はい、お邪魔しまーす。よいしょ。やってきました。すごいよ、城がマジでかい。まあ、島原城はね、長崎県の島原市という場所にあるんですが、ここもですね、今がちょうど桜がね満開で見ごろになっております。城と桜っていいよね。ザ・日本、いいね。ちなみに島原城は夜ライトアップしててですね、昨日の夜ちょっと散歩してみたんですけど、めっちゃ綺麗でした。なんかなんていうの、闇夜に浮かび上がる島原城、そして周りを囲む桜、これもまた良きかな。次回、次はどこ行こうかなとスマホを見ていた三星だが、パッと顔を上げると何やら大迫力の山がそびえ立っていた。てなわけで活火山雲仙岳へ。あたりは硫黄の香りが立ち込め、地の底から吹き出す蒸気と熱気で覆われていた。果たして三星は生きて帰れるのか。っていうか桜前線を追いかける旅なのに、またこれ全然桜関係ないよね。いやいや、雲仙岳の貴重な桜の映像もありますんで、ほんとマジで次回も見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録はこちら、ポチ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